7100系ディーゼル機関車は、韓国鉄道公社の旅客、貨物列車建引用の電気式ディーゼル機関車である。韓国では特大型と分類されることもある。主要幹線の高速化に合わせ、アメリカの借款を通して1971年から、韓国に合計90両が輸出され、現在39両が運用中である。 一部の車両には総括制御機能が追加された。製造元の M ドにおけるモデル名は GT26CW-1 である。アメリカでは、主に中、短距離の貨物用に設計された機関車を、韓国内で高速旅客用に適合するように、仕様変更されて導入された。ミストローク160リットル級16気筒。 V 型ターボディーゼルエンジンを備え、3000馬力の出力を出し、主電動機の構成は2個、直列3並列で起動して、50時速 60km から6個並列回路に遷移する。故にこの速度域で回路のつなぎ替えによる衝撃が生じることが特徴である。台車の車軸配列は典型的な CC 軸となっている。 軽基板は右側に直角に設置されているために視野が制限され、機関助士が必ず同乗しなければならない。大韓民国で制作されたアニメーション、ロボ化、ポリーではこの車両をモデルとしたトリノという名前のキャラクターが登場しているが、車軸配置が BOBO BO になっている、車輪にロッドがついている、等、実車と異なる部分がいくつか見受けられる。 ありがとうございます。